16世紀末から18世紀初頭までの各種テーラー銀貨を型銀貨とは銀貨の内むね直径が38ミリ程度両目が25グラム以上のサイズのものを言うこのサイズの銀貨のことをコイン収集の世界ではクラウンサイズと呼んでいるがこれはイギリスのクラウン銀貨がその代表とみなされたからである大きくずっしりと重く 細かい図案が美しく描かれたものが多く、収集家の間では特定のコレクションアイテムとして定着している。大型銀貨の起源は、ドイツのテーラー銀貨に遡る。これはスペインで、ドレラと呼ばれ、さらに新大陸アメリカに渡り、ドルと呼ばれるようになった。世界随一の銀三国であるメキシコでは8、レアル銀貨がこれに相当し、 幕末期の日本からの小判の大量流出の際、このメキシコドルが多量に日本に還流し、明治時代の日本の貨幣制度の基礎となった。19世紀から20世紀前半に各国は貨幣制度を整え、金本位制、銀本位制の確立とともに様々な効果が鋳造されたが、大型銀貨は本位貨幣あるいはそれに準ずる高額の銀貨として鋳造された。 中国を中心とする東洋との貿易決済用に、各国は当時流通を支配していた、メキシコドルに対抗すべく貿易銀を発行して、流通を試みた。中国に流入した銀貨は、銀円と呼ばれ、東アジア各国の通貨に窓貨の元となった。1970年代以降、需要増加による銀価格の高騰から流通用の銀貨は、次第に姿を消し、 21世紀に入った今日では一部の特殊な例を除いて流通用の銀貨は鋳造されていないが、記念貨幣において銀は主要な原材料の一つであり、外貨獲得の手段としての大型銀貨も数多く鋳造されている。日本では明治4年の進化条例により、初めての洋式貨幣が鋳造され、イギリスやアメリカに習い、様々な種類の金貨、銀貨、銅貨が登場した。 この中で、本位貨幣として鋳造された一円銀貨と、貿易銀は、直径が38ミリの大型銀貨であった。スペインドール香港一円銀貨各国で19世紀から20世紀、前半に鋳造されていた大型銀貨には次のような、ものがある。ありがとうございます。